西母星短生堂中心部にあるルツコフスキエゴ広場ヘウムはポーランド東部の都市。ルブリンの南東ザモシチの北ビアワポドラスカの南に位置し、ウクライナ国境からわずか2 5トルしか離れていない。1999年にルブリン県に含まれるまではヘウム県の県都であった。数多くの知られた歴史記念物、観光場所のある一方、 市はほとんど産業都市の様相である。十一主有もあにおいては、町は伝説上の愚か者の中心地である。市の北部と東部には、ヘウム作り傾向園として知られる保護区がある。現在のヘウムのある一帯に、少なくとも9世紀に最初の定住地ができた。続く1世紀に、スラブ人の要塞の町がそこに作られ、事実上異教の中心地として利用されていた。 市名の由来は不透明で、ほとんどの学者らは、スラブ語源の平らな丘を意味するヘルムかホルムではないかとしている。事実、町の中心部は、現在、ゴーラ・ヘウムスカと呼ばれる丘のてっぺんにある。しかし、ケルト語が語源であるとする説もある。981年の町に、初期の東、スラブ人の一部族であるブザン族が、 周囲の明るテニアに沿って暮らしていた。地元の伝承によれば、ウラジーミル一世によって、最初の石像の城が1001年に建てられた。1018年のポーランドのキエフ遠征で、この一帯はポーランド領となったが、1031年にキエフルーシのもとへ返還された。1235年、ハールイッチのオーダヌイーロ・ロマーノビチは、この町に都市特権を授け、 ハール・イチ・ボルイーニ大公国の首都を置いた。彼は1240年に丘の頂上に新たな城を築き、聖教会の主教座を置いた。14世紀まで町はハール・イチ・ボルイーニの一部として成長し、短期間ではあるが、ヘウム公国及びベウス公国の一部であった。1366年、カジミエシュ三世はこの地方を再び、 ポーランドへ併合した。そしてカトリックの司教座が置かれた。1392年に1月14日、町はマクデブルク法の上で再度都市にされ、広域の内政自治権を授けられた。歳月を通じて、町は歴史的な地方ジェミア・ヘウムスカの中心地であり、行政的にはリビューを首都とするルテニア県の中心部であった。15世紀から16世紀に、 死は繁栄し、17世紀には当時ポーランドを襲った戦争のために衰退していった。18世紀、ポーランド東部にある位置が固定され、町は大洪水時代と踏めにつき反乱で受けた被害からゆっくりと回復し始めた。ポーランド全土からやってきた新たな移住者の一部を引き寄せた。この人々はカトリック、正教会、そしてユダヤ教徒であった。 1794年、ヘウム県が創設された。しかし、後に、コシチュシコ反乱が勃発し、ヘウムは、反乱側に着いた最初の町となった。1794年6月8日のヘウムの戦いの結果、将軍ユーゼフザヤチェク将軍の軍は、デルフェルデン、バレリアンズボフ、フランツモーリッツホンラシーラが指揮を取ったロシア軍に、撃破された。 町は再び猛攻する軍によって荒らされた。翌1795年、第三次ポーランド分割の影響で、町はオーストリアへ併合された。1806年のナポレオン戦争、そしてポーランド・オーストリア戦争の結果、町はあっさりとワルシャワ広告側へ着いた。しかし、1815年のウィーン会議で、町はロシア帝国へ与えられた。町からは、地元の行政府、 死教座を含む信仰の場がルブリンへ移され、衰退の時代へ入った。19世紀半ば、ロシア軍は強力な駐屯地として町を転用し、町ではロシア兵が人口の顕著な部分を占めることになった。衰退の時代は1866年に終わった。新しい鉄道と町がつながったためである。1875年、ロシア当局者らによって、 東方天霊カトリック教会が生産され、地元の東方天霊カトリック教徒は、聖教会への改修を強いられた。19世紀終わり、地元行政事務所は復興された。1912年、地元のグベールニアが創設された。第一次世界大戦の終わった1918年、町は新たに生まれ変わったポーランドへ復帰した。地下号ホロコーストによって、ユダヤ人人口のほとんどが、 ソビボル絶滅収容所で殺された。一部のユダヤ人がヘウムの下にある地下壕内にある隠れ家を運営していた。ユダヤの民族伝承ではヘウムに住むユダヤ人は愚かだとみなされていた。多くの一般的な民話ではヘウムのユダヤ人らの賢い振る舞いが語られている。一例ではヘウムのユダヤ人の男が サバト用に料理するため金曜日に魚を買った。彼は生きた魚を自分の上着の下に押し込んだ。魚はその尾ひれで彼の顔をピシャリと打った。彼は提訴するためにヘイムの裁判所へ向かい、裁判所は魚を溺死させる判決を下した。これらの民話や語り部で最も知られているのはイディッシュ語で書いたユダヤ人作家でノーベル文学賞受賞者の アイザック・バシェービスシンガーである。彼はヘウムの愚か者たちとその話の英語訳を1973年に出版した。ありがとうございます。